NTT ジャパンラグビーリーグワンは今日第9節の戦いに入ります。コベルコ神戸スティーラーズ対リコーブラックラムズ東京。さあ神戸はトライチャンス、モール組んで前進そのまま抑えました。有田龍平です。ボール神戸、まっすぐカウリートゥイオティ、クルーデンフラットに山下キック、さあ追って入ってトライまで行ったか、バックマンです。さあ2つ目のトライ、バックマンは第1節以来の2回目のトライです。クルーデンこのキックは成功、2つ目成功、これで2トライ2ゴール神戸です。そうですね、ブラックラムズも安定してますね、両チームともにいた、おー、トマネキック、池田は入った、池田、飛び込んで、トライです、とりわけ今日は神戸の方が比較的大柄な選手を並べていると、今もその選択に影響があるんですね、はい、思います、抜けたか、池田、ここは止めた、李承信です、ボールは神戸に入って、キック、さあ山下か、戻りました、南、山下接点、絡んだか、ショートサイドには人がいません、で非常に浅いところ、クルーデン破りました。途中にバックマンを挟んできた。さらに神戸、クルーデン、バックマン飛び込んだ、トライです。さあここもクルーデン決めてきた、これで28点目。インゴールにあるボールをリコーサイドが抑えた、今のはスティーラーズがインゴールに持ち込んだボールを、ブラックラムズが抑えたということですね、はい、李承信、クルーデン、山下抜けた、さあ2対1、破っていきました、クルーデン2つ目、ここも決まった。さあクルーデン今日5つ全て決めてハーフタイムです。1人倒れている、ストーバーグですね、ああ破った、有田、ペナルティー出た、外を出して、山下あっとボールがこぼれた、ペナルティーのところに戻ります。叩き、もう一度ショートサイド、おお、ナイスタックル、ロトアヘアまだ来たいようですが、ノックオンです。すごいタックルでしたね、しっかりと、ドミネート、ボールキープ神戸、ステップ、李承信破った、さあアンクルタップをかわして、オフロード、中島イシレリバックマンキック、ここはタッチです。いやまた李承信が見せました。これスチールか、神戸ボール、日傘一つ見て、日傘やっぱ上手いですね、アドバンテージスワード走り込んでくる選手に入れた、オフロードを使って中島シレリトライだ、ルーカスが浅い位置に立った、処理込め、そしてここでルーカス来た、アイザックルーカス、ここも抜く、
さあここはこの独特の間合いを見せたアイザック・ルーカス。前日も先発で3番、はい、あの大変だと思うんですけども、まあ、もともと大学の時は3番をやってたっていうのもあって、はい、アドバンテージ。おー、ルーカスに入った、アイザック・ルーカス。さあ持ってきたか、アイザック・ルーカスです。連続でトライ、19点目。今コーションが出たので、ええ、クラムズはもう反則できないですね。はい、本当もブラックラムズも踏ん張る、踏ん張りを見せながら、しかし、あ、平原どうでしょう、グラウンディングのところまだ届いていません。おーっと、ブラックはしましたね、神戸またもやすよら、日傘の声、小滝でいくか、小滝、おー届いたか、抑えました。アイザック・ルーカスは、おお、ここも、おお、かわした。さあアイザック・ルーカス、ここで止まる山下ラッケ、あ、これ絡んでいるか、モヤキョーラ、ノットリリースザボールです。ここで80分経過、ボール投入前にアングルを変えたという今判定。メインタイラー捕まえた、橋本光。さあオーバーしたか、ボールは神戸だ、バックマン。足を出してキック、モエアキョーラ、収まった、抑えた、最後はアタモエアキョーラ。すでに後半の80分は経過しています。キックは巻いて巻いて成功です。これで試合終了の笛。第9節の戦い、クベルコ神戸スティーラーズ対リコーブラックラムズ東京、56対21というスコアで神戸が勝利ということになりました。今日は李承信プレイヤーオブザマッチです。